はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、アイロフロート3519便墜落事故について解説していくわね。魔理沙、この前頼んでたこと、間違えてたわよ。どうしてくれるの？本当か？それは申し訳なかったぜ。私も魔理沙と同じ間違いをしたんだけどね。今回は、間違いは本当にただの間違いなのか？という点にも注目よ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってねー。この事故は、1984年にロシアで起こったものよ。事故を起こした会社は、アイロフロートロシア航空。昔は所有機の多くを空軍と共有していたので、世界最大の保有機数と従業員数を誇っていたのよ。だから世界最大の航空会社と呼ばれていて、ギネスブックにもそう記載されているわ。もう30年以上も前の話だけど、ギネスブックに載るなんてすごい数なんだぜ。そして今回の事故機は、アイロフロート3519便。機体は T154B2 よ。旧ソ連で開発された3発ジェット旅客機ね。さて、この3519便は、1984年12月23日にロシア、クラスノヤルスク空港を離陸して、イルクーツク国際空港に向かう予定だったわ。乗員乗客は111人よ。ふむふむ。3519便は、現地時間22時8分に離陸したわ。事故当時の天候は良く、視界も良好だったみたいね。機体は1500メートルまで正常に上昇して、管制艦から5700メートルまでの上昇を許可されたわ。22時10分、高度2040メートルを時速約480キロで飛行していた時に、爆発音が鳴ったの。第3エンジンのコンプレッサーディスクが破壊されて、回転数が急激に低下したわ。破損のせいで、エンジン内の消火装置と配線、燃料パイプが損害。エンジン内で火災が発生したんだけど、コックピットでは複数の警報が作動したことによって問題の特定が困難になったわ。そして非対称な水力によって機体が右に旋回し始めたの。これに対してパイロットたちは補助力と方向舵を使い修正して、高度660メートルのところで機体は水平飛行に移ったの。ふぅ、ヒヤヒヤするんだぜ。航空機関士は第2エンジンの振動について機長に報告し、火災警報が作動したわ。でも機長はどのエンジンで火災が発生しているか判断できなかったから、第2エンジンを停止するように指示したわ。そして航空機関士は第2エンジンを停止させたの。この時機長は管制官にエンジン火災を報告して、空港へ引き返して着陸することを管制官は許可したわ。確か、最初に爆発音がしたのは第3エンジンだったような。そうなのよ。そして機長は水力を対象にするために第1エンジンと第3エンジンをアイドルするように言ったわ。そこで航空機関士は、正常な第2エンジンを誤って停止したことに気づいて報告したの。やっぱり問題があったのは第2ではなくて第3だったのか。それから機長と航空機関士は全エンジンの状態を確認したわ。第1エンジンは正常に動いている、第2エンジンは停止中、第3エンジンは火災を起こしている、と判断したの。航空機関士は、第3エンジンの消火装置を作動させたんだけど、燃料遮断弁を閉鎖することを失念したわ。このせいで消火装置を作動させたにもかかわらず、火災は悪化して機体尾部に燃え移り、補助動力装置や第2エンジンにまで延焼したの。まさかのミスなんだぜ。機長と航空機関士は第2エンジンは停止していると認識していたんだけど、実はアイドル状態で回転していたの。でも火災によって第2エンジンの制御装置は破壊されつつあったわ。航空機関士が第2エンジンの再起動手順を実行し始めた時、エンジンが突然離陸水力で回転し始めたの。航空機関士はエンジンの始動を報告したんだけど、機長はスロットルを動かしてもエンジンが反応しなかったので、第2エンジンを停止するよう航空機関士に指示して停止させたわ。ところが、航空機関士はこの時も燃料遮断弁を閉鎖することを失念して、火災は急速に悪化したわ。航空機関士と機長の認識が違うような。それにここでもまた失念したのか。パイロットたちは緊急着陸へ向けて機体を時速420キロまで減速させて、高度175メートルまで降下したわ。機体は右へ傾き始めたのでパイロットは方向舵を使い機体を修正しようとしたんだけど、機体は反応しなかったの。この時、機体の油圧バルブにつながる電線が火災でショートを起こして、油圧装置が全て使用不能となっていたの。傾斜が増加したため、機長は第1エンジンを最大出力にしたんだけど、機体は急速に降下していったわ。そして22時15分、機体は右に50度近く傾いた状態で墜落したの。墜落時の速度は時速425キロで、滑走路から 3.2 キロ地点だったわ。衝撃により機体は完全に破壊されて炎上したわ。問題が発生してから5分の出来事だったんだな。乗客の一人が墜落現場から救助されたわ。彼は重傷を負っていたんだけど、治療によって一命を取り留めたの。でも他の乗員乗客110人は全員死亡したわ。悲惨なんだぜ。この事故原因は何だったんだ？
体に致命的な状況を発生させたのは、製造上の欠陥によるもので、第3エンジンの低圧ファンディスクの破壊が原因だったわ。製造する過程で窒素が混入して、ディスクの強度が低下したのね。さらに機体の検査や点検方法が不適切だったせいで、疲労により生じた亀裂は見過ごされたわ。そして破壊によってエンジンや燃料、電力、通信などの装置が損傷を受けたの。燃料遮断弁のミスはどうなんだ？それも忘れちゃいけないわね。航空機関士のミスによって火災が拡大して機体尾部まで延焼したことも一原因ね。先に説明した通り、火災が発生しているのに燃料遮断弁を閉鎖することを失念していたわよね。これはマニュアルに反する行動で、火災の拡大を促してしまったことに間違いはないの。でも、複数のパイロットの協力のもと、3519便で発生した状況を再現するシミュレーションをしたところ、なんと全てのパイロットがミスを犯したのよ。だからこの事故は、人為的なミスが原因になったとは言えないと結論付けられたのよ。これは事故機のパイロットは、人間の問題解決能力の限界を超える状況下に置かれていたことを示していたのよ。そんな状況か、想像したくもないな。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。